どうなんだろう。さっき見えました？さっき見えてないよね。ごめんなさい。パソコンでね、やろうとしたら、見えました？なんかさ、私の画面に私が映らなくて、さっきは見えてない、やっぱり。なんかね、パソコンでやろうとしたら、なんか映らなくて、ごめんなさい。すごい時間食っちゃった。そんなこんなやってたらごめんなさい、お待たせしました。ごめんなさい。めっちゃ時間ダメだね。ちょっとパソコンの 配信をちゃんと練習しないと。なんかちょっとマイクにしたら声の広がりどうなんだろうとか思ったりして、やったんですけど全然ダメでしたね。ちょっと練習します。 パソコン配信練習します。パソコンでやろうとしたら、さっき画面が映らなくて、今急遽携帯端末にしました。ごめんなさい。お待たせしました。お、ありがとうございます、タッキーさん。間違った。ありがとうございます。配信切れちゃった。あ、さっきはパソコンから配信しようと思ったんですけど、私のパソコンの画面で私が映らなくて、カメラが機能しなくて、ちょっと一回閉じちゃって、携帯から始めてます。ごめんなさい。お、ドラちゃんこんばんは。ありがとうございます。おいでやすさんもこんばんはです。ちょっとパソコンさんがよくわからなかった。もろもろ調べてみます。タカさんこんばんは。皆さんなのでお待たせしちゃいました。ごめんなさい。天佑さんこんばんは。X で告知しますね。だからなんかパソコンでさ、マイクをちゃんと固定してやってみたらどうなんだろうっていうのがあって、パソコンのやつやりたかったんですよね。携帯とかも音流せたらいいなと思って。で、パソコンに映らないって、なんかすごいのが来た。ありがとうございます。ここやさまありがとうございます。和州さんからなんか凍っちゃってるタワーが来ました。ありがとうございありがとうございます。凍っちゃってる 凍っちゃってる 凍っちゃってるタワーいただきました。ありがとうございます。すごーい、ありがとうございます。紅茶たくまいただきました。ありがとうございます。消費者さんいらっしゃい。ありがとう。まさかの氷ギフト、凍っちゃったタワー、くまさんいただきましてありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ペルソナさんもいらっしゃい。ズキさんいらっしゃいです。ありがとうございます。というわけでごめんなさい。今日はパソコンで楽しくちょっと
新しい感じで配信しようと思ったらうまくいきませんでしたってオチでした。ちょっと練習しときます、ごめんなさい。あとでしょ。ありがとうございます。ココアユさんから凍っちゃった白熊、凍っちゃった白熊、これ何、白熊さんのギフトいただきましてありがとうございます。嬉しいですね、デカギフト2つもいただいちゃいましたよ、ありがとうございます。ありがとうございます、デカ白熊。そのワシューさんの絵文字めっちゃ困ってない、なんか。ありがとうございます、後でスクショしますね。ちゃんとみんな写真撮るいい位置に写ってきてくれると思うので、後でうちのスクショ大賞のちびみるちゃんにお願いします。ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。まさかのサイズでした、ありがとうございます。ということでね、今日も配信たくさん盛り上げていこうと思います。皆さんよろしくお願いします。よいしょ、かわいいね、クマかわいいね。ありがとう。そういえば今日隅田川の花火大会行った方いますか、東京住んでる方いないかな。なんか東京は雷も鳴ってて花火も上がってて、なんかすごく不思議な光景でした。ピノさんがフォローしてくれた、ピノさん、うちの犬もピノって言います。ありがとうございます。ということで皆さん、今日も2時間のトークルームたくさん盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。ずっと長く
3。よし。お、渡辺さんありがとうございます。ちいかわのしおりになるやつ買ったらモモンガと8割と6。待って、あれなくなっちゃった。待って、わかる、100円のやつ、110円のやつかな。私もさ買って8割8割モモンガプルヤでした。うさぎさん、栗まんじゅうさ、なんかさ、モモンガもそうだけど栗まんじゅうとかってさ、なんかそのさ数少なくない？メインのさ、ちいかわうさぎ8割と違ってさ、めちゃめちゃ少なくない？もうちょっとさね、数増やしてくれたらさ、当たる確率高くならないね。お寿司さんいらっしゃいです。少ない、だってモモンガですら少ないんだよ。なんか今回さ、お台場でちいかわのなんかブースができてんだよね、お台場で、東京のね。でそこでなんかそのお台場冒険王のちいかわのオリジナルグッズも出てんの。でも本当にモモンガちゃん2つぐらいしかなくて、えみたいな、お台場冒険王のコラボでモモンガ2つぐらい、何それってなって、マシュマロが売ってんのにマシュマロにもモモンガいないのっていう、いい年こいてすごい悲しんでました。クリマンジュなるよね。だからさ、シーサーとかもさ、バチクソ可愛いんだよ。シーサーってキャラクターいるんだけどね、ココアユさん全然いないよね。どうする、こんなさ、モモンガちゃんこんな人気なのにさ、数少ないってさ、どうしたらいいの。そういうさ立ち位置なのかな、悲しいよね。なんか悲しい、アイドルグループみたいじゃん、超悲しい、無理無理すぎる。パンでも歌っとこ。ディライさんこんばんは。自分のキャラがよくわからない、どこにもいるような普通のタイプよ、だけど何かをしてみたい。猫をかぶってわけじゃないのに、コミュニケーション全然取れない、だからぼっちでいつもいる。ただ一人では何もできないけど、誰かいてくれればどうにかなる、みんなでやるしかない。ファンタスティックサブ食パン、カスタードにチョコレートに、それに粒あんもあるし、三つの味よ。ファンタスティックサブ食パン、どれが好きか人それぞれね、一つ選べないならまとめてしまえ。ハッピーなな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 。やりたいことはいろいろあるけど、何からやればいいか迷ってしまう、優柔不断ってやつなのよ。ナイスミラーボール。友達なんて呼べる人いない、ただの知り合い、つかず離れず、ずっと墓地が楽だった。だけど偶然が味方してくれたの、ある時気づいたら仲間がいた、なぜだか心強い。ノスタルジックサブ食パン、カスタードにチョコレートに、昔はイチゴジャムだった、新しい世界。ノスタルジックサブ食パン、3人よりはとても得、あの子この子私が集まるなんて、ゴージャスなな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 。ありがとうございます。わしゅさんのアイスミラーボール、そしてここあゆさんありがとう。
つ選べないならまとめてしまえ。ハッピーなな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 。ありがとう。皆さん何パン好きですか？私はクロワッサンとあんパンと、塩バターロールみたいなのが好きです。でもあの食パン、野上の食パンっていうなんかすごいさ、昔流行ったさ高級食パンみたいなのあるじゃん。なんかこの1斤2斤で売ってるさ、こんぐらいのさ、なんか分厚い食パンたまに売ってない？なんか業務スーパーとかでもさこんぐらいの売ってるじゃん。あれを抱っこしながらこうやってむさぼり食べるのもすごく好きです。セブンのジャムパンってどれ？何ジャムパンですか？いちご？明日食べよう。なんかさセブンイレブンのさちっちゃいクロワッサンいっぱい入ってるのも好き、ね、クロワッサンしか買たんよなやっぱり。皆さん何パン好きですか？あとあのなんだっけな、あんバター、あんバターなんていうの、コッペパン、なんかあるじゃんコッペパンにあのバターとあんこが入ってるマーガリン、マーガリンとさあんこが挟んである、あれも好き。あれをちょっとギュッて潰して中のあんこ広げて食べるのが好きです。シンプルないちごジャムパン、あれ入ってますか？マーガリン入ってます？入ってない？夏目さんこんばんは。白紙とナノちゃんいらっしゃい。デラさんレベル6だってじわじわ上げてくれてんじゃん。デラさんいっぱいコメントくださいよ。渡辺さん、タッキーさんありがとうございました。深夜さんこんばんは。入ってない方、わかりました。シンプルないちごジャムですね。了解です。ハムチーズクロワッサンうまいよな。クロワッサンがうまいんだよきっと。チュンさんだこんばんは。クロワッサンにさなんかあの板チョコ突っ込んであるやつとかも美味しいんだよ。知ってる？なんかさおしゃれなやつよりもさ素朴なパンが好き。伊賀の藤丸さんこんばんは。フルーツサンドはお好きですか？フルーツサンド大好きです。なんかね東京の麻布十番っていうさ、まあ、高級なさ町って言われてるところがあるんだけど、その町の中でもちょっとレトロなパン屋さんがあって、そこがなんかあのご夫婦70歳ぐらいのご夫婦がやってるパン屋さんなんですね。でもう推しポイントがなんていうの、蒸しパン、手作りの本当に素朴な蒸しパン、カップに入ってる蒸しパンがあって、あれをねサランラップで巻いて売ってんの。これが可愛いの。なんかあの手作り感が半端なくて、サランラップ焼きそばパンもなんか作ったらなんていうのわかる、普通に家ってサランラップで巻きましたみたいな感じでサランラップで巻いて売ってて、私はそれがすごくなんか好きで、一つ一つがちゃんと手作り感があって、そう、そのご夫婦のおばあちゃんが頑張ってなんかこうバターとか塗ったりしてるのをちょっと見えるんですけど、私はそこのパン屋さんが好きで、昔あのアイドルやってた時にレッスン行く時とかリハーサルの前にそこのパン屋によって蒸しパンを買っていくっていうのがすごく好きでした。だからさ今さなんかすごい東京なんておしゃれなパン屋が多いんですけど、なんか私はあえてそういうお店を見つけて通い詰めるのが好きです。
分かってくれる人いるかな。秋鉄さんいらっしゃい、ケビンさんいらっしゃいです。今月全然来れなかったんでまだレベル6。大丈夫だよ、来てくれてありがとう。仕事終わったので虎の子さんお疲れ様です。なんかさ、どんどんどんとかさ、ボーンとかさ、ボコ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 とかたまに聞こえるんだけどさ、すごいね。雷なのか花火なのか分かりません、もう大変。ももちゃんさんいらっしゃい、歌ってこうか。続くのか、水平線のその向こうは晴れてるのか、それとも土砂降りの雨か。ここにいない誰かのために今何ができるのだろう。みんなが思えたらいい。自分の幸せを少しずつ分け合えば笑顔は広がる。この想い届け Clap your hands。 風に乗って飛んで行け愛の歌。一人ぼっちじゃんだよ。 Say ha Say hello Say hello Say hello。 ラララララも、わけなんか聞いたって意味がない。生きるのって複雑だし、そう簡単に分かり合えるわけないだろう。ただじっと風に吹かれて同じ空見上げるように、一緒にいてあげればいい。吹きさらしのその心、ぬくもりが欲しくなる。孤独は辛いよ。僕たちはここだ。 Stop your feet。 存在に気づくように踏み鳴らせ。仲間の声が聞こえるか。人は皆弱いんだ。お互いに支え合って前向いて行こう。この想い届け Clap your hands。 風に乗って飛んで行け愛の歌。一人ぼっちじゃないんだよ。 Say hello Say hello Say hello。 僕たちはここだ。 Stop your feet。 存在に気づくように踏み鳴らせ。仲間の声が聞こえ
が。ありがとう、ごはん屋さんありがとうです。パンにたくあんのマヨネーズ、おいしそう。たくあん大好き。たくあん大好き。たくあん最高だよね。白米にのせて食べてもうまくない？全然白米はかどるんだけど。テラさんありがとう、猫ママさんもありがとうです。お、コウスケさん、僕のせいださんもありがとうございます。カツ丼にたくあん、美味しそう。滋賀県でしか買えないです。え、わざわざ行くんですか、和州さんは。それを買いに。え、なんか遠くまで買いに行きたくなるような食べ物ってありますか、皆さん。あります。私はまだそこまでのものにおそらく出会ってないです。あ、でも遠くじゃないけど、サラダパンとバームクーヘン買いに来ます。バームクーヘンも美味しいんだ。なんかハギーの、ハギーの月好きなんですか。そこまでかな。なんかさ、私はずっと買いに行けてないんですけど、そろそろ本気で食べたくなってきてるものがあって、あの神楽坂にある一達ミトラドっていうわらび餅が有名なとこなんですけど、前にいただいたそこのココナッツミルクのわらび餅めっちゃ美味しくて、で多分さ、ココナッツが好きじゃない人は多分本当嫌いなんだと思うんだけど、私はもうココナッツミルクめちゃめちゃ大好きで、ココナッツカレーとかも好きで、でそこからあのココナッツミルク味のわらび餅が出てて、一達ミトラ堂っていう神楽坂です、東京の。そこに買いに行きたいなって思ってるんですけど、今神楽坂お祭りでにぎわってたりとかして躊躇していけませんでした。でも絶対買いに行くぐらい食べたい。あとグミッツェルっていうやつ流行ってて、なんかグミの周りにパリパリした薄い飴がコーティングされてて、なんか外がパリ、中はなんかむにゃってグミみたいな食感で、なんかこういうプレッツェルっていうパンの形をしているグミなんですけど、だから多分グミッツェルって名前なんだけど、グミッツェルは私が17歳ぐらいの時に東京駅の地下でお店ができて、10年後の今年かな、なんかすごくブームが来て、昔そんなに人気なかったからいつでも買えたのに、今めちゃめちゃ整理券配って並ばないとなんか買えないみたいなんですよ。そんぐらい人気になっててさ、グミッツェルも気になってるんだけど買えないです。てか手に入らない、グミッツェルは手に入らない。ハギの調べ、あー、え、ハギの調べってなんか、ハギの調べってさ、あれ昔のハギの月じゃなかったっけ、あるんだっけ、もう一個。そうなんだ、そうで、なんかその日本で今なんだっけ、あの ASMR って言ってさ、 YouTube とかでもさ、あの食べてるさ音とかをはなんかこう配信する人増えてるじゃん。それでグミッツェルがすごく流行って、それで、で韓国とかでも、韓国がオリジナルでなんかグミッツェルを作ったりしてて、韓国版グミッツェルとかもあるんです。そんぐらい今ねグミッツェル人気なんだって。
チョコ味のハゲの月。あー、待って、ネットで見たことあるけど本物見たことないかもしんない。あんのかな、見てみよう。お盆に帰ったら見てきます。買って帰ってこよう。なんかさ、池袋とかのさ、宮城の物産展とかで売ってないのか。ミスタさんこんばんは。おめでとうございます。ありがとうございます。お祝いしてもらっちゃった。盛り上がり2500超えです。ありがとうございます。大阪って何の食べ物有名ですか？大阪住んでる人いますか？大阪でお土産買うなら何がいいんですかね？有名ですか？なんかあんまり私さ、産地の有名なものそんなに知らなくて、名古屋だとあれ買ってきた、あんバターサンドのお菓子。あと何が有名なんだろう。京都に行ったら絶対ほうじ茶のアイスを買って食べて帰ってくる。あ、551ね。ピオリンって何？誰？ピオリンって誰？ピオリンチャレンジ？ピオリンって誰？どこのどなた？ひよこ？ひよこですか？ちゃう？兵庫県は明石焼き、多分違う。渡辺梨沙さんも誕生日ですね。そうかもしれない。名古屋のひよこの食べ物、ひよこの形してるの本当に。あ、こじはるさんが YouTube で上げてたやつかな、あの黄色いさ、こういうひよこの形したやつ。な、顔書いてある、ひよこの。飲み会終わってきた。会長さんお疲れ様です。飲み会多め、そんな感じ。名古屋とか全然行かないけど行ってみよう。日帰り名古屋旅でもやってこようかな今度。日帰り名古屋旅やばい。会長さんありがとう。名古屋って有名な神社ってありますか？名古屋行ったらここは絶対パワースポットだよみたいな、あるのかな。名古屋でひつまぶした、あ、ひつまぶしね、有名だよね。なんかお店がいっぱいあるって聞いたよ。ナレピーさんに挑めまして、豊川稲荷ほにょほにょ、豊川稲荷行ってこよう。パワースポット巡りしてこよう今度。さやぐれさんいらっしゃいです。バイクがうるさい。バイクうるさくない？やばくない？やばくない？暴走族暴走族、治安治安、暴走族。俺も行ったことない、豊川稲荷。キツネさんがいるとこだ。なんかさ、私最近 YouTube でさ、あのさ、霊が見える人とかさ、過去にさ、なんか昔の時代を生きてた人みたいな、なんかその記憶がある人みたいな、霊視ができるとか、そういう人の YouTube 見るの好きなんですよ。でなんだっけな、あやさきチャンネルっていう、なんかあのご夫婦でやってる YouTube があって、めちゃめちゃその人言ってるのが面白くて、なんかオーラが見えるみたいな人の、めちゃそういうの結構好き。
めちゃ見ちゃってて最近さ、なんか人のオーラって3つあるんだって。すごくない？名古屋の熱田神宮って何？会長さんありがとうございます。豊川稲荷行ったら人畠山薬師寺もセットで行きます。難しいぞ、難しい漢字スクショ OK 難しいからスクショ取っといて。お、桜ももさんこんばんは。パワースポットで有名。なるほどね、行きたいな。なんかさ、今すごくさ、自然緑に囲まれてるところとかにすっごく行きたくて、熱田神宮って読みます。了解しました、熱田神宮。なんかさ、緑もう緑に囲まれてるさ、こう気がいい神社みたいなとこ行きたい。東京もいっぱいあるんだけど、オフィスとオフィスの間にあったりとか、なんかちょっとこう、なんて言うんだろう、いろんなさ、なんか邪念が殺到してる感じがするのよだからなんかそのもう緑に囲まれてる空気が清々しいところに行きたい。 A さんありがとう。さっき山下もオーラ見えられちゃう。でもさ、私結構さ、そういう人信じるタイプで、なんて読むの、なんとか愛子さん、霊力あったらしい。でもさ、多分持ってる人は本当にあるんだと思う。そのオーラがさ、なんか卵の形して一個一色大きなオーラを持ってて、でなんかその喉とか手とか足でまたちょっと違う色を持ってる人がいるらしくて、基本的には大体3つなんだ。でこの真ん中にあるオーラがその人の性格とか人生を一番物語ってる色らしいですよ。おもろいよね。ヨウさんそれなんて読むの？熱田神宮、熱田なんだっけ、熱田でいいんだよね。熱田神宮といえばなんて読みますか？これ熱田神宮といえば草。なんて読むのこれ、難しい。やってしまった。ちびみるちゃん分かった、おはよう。草投げの剣、なんでみんな読めんのちびみるちゃんすごい、なんで読めるの。ミスターゆうやさんこんばんは。何違うってきた。トンネルズに頻繁に出てきた方、杉ぼさん、誰だろう。名古屋ですね。あ、すごい、分かる人分かるんだ。有名なんだね。じゃあ行ってみよう今度。お父さんでも誘おうかなすぐ巻き込む。なんか一人でさ行くの怖いんだよね。まあでも一人旅もいいかな。でもご飯食べる時とか一人でさ、一人でひつまぶし食べてさ、なんか帰ってくんのもさ。ラジオの人にサイン書いてもらったやつ最悪や。お、なくしたか汚したか。俺近所にいるじょ。あ、大丈夫です、そういうのあ、大丈夫です、そういうのいいな。でもそんなパワースポットが近所にあるのやばくないですか。のぶさんこんばんは。三栄なんて読むのそれ。ミスターゆうやさんなんて読むんですか。家族旅行がいいです。確かに家族旅行行きたいの。神社とかの話になるとね、皆さん詳しい人とか多いんですけど、読めないです漢字が本当にまことさん初訪問です、いらっしゃい。自由自由、ヨウさん
酸栄欠って何？酸栄欠って何ですか？読めないです。ココアユさんはね、ルイ友だから常に仲間で。特に有名なパワースポットじゃなくても地元の神社で良いと思いますよ。でもさ、引っ越してきたら一番近くの神社に手を合わせに行けって言いますよね。やっぱりそこの土地を守ってる神様だから、自分の家の近くの神社に手を合わせてることがいいですよって言いますよね。縁結び希望、あ、なんかそういうのがなくて、なんかもうお金持ちになりたいとか恋愛成就とかなんかそういうんじゃなくて、なんか気がいいところに行きたい気がいいところに行きたいっていうか、なんかそう、なんか開運巡りやりたい。リリカルさんいらっしゃいです、フォローありがとう。今日本の神社の世界ごたごたしてるんだよね。実は、あら、なんかあれ揉めちゃってる系、座敷わらしに会える。あ、岩手県ですよね。でも座敷わらしって私結構写真写るんですよ、こういうオーブみたいなのが。座敷わらしはね、多分私の実家にもいるんですよ。ダタタ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 タって聞こえんの、たまに天井が。小さい頃からおばあちゃんが、あ、走ってった走ってったって言うのよだから多分座敷わらしっているんだなって思ってます。でもなんかね、お家を守ってくれてるって思うとそんな怖いことではない。運気上げたいね、猫ママさん開運しようね、開運歌えるようになったか。なんかね、わかんない、自信はない。伊勢神宮に行って伊勢和紙も買いに。へー、伊勢神宮ってどこ？静岡わからなすぎる。鎮守様、めっちゃスピリチュアルな話してるよね今日。鎮守様に手を合わせるのが一番だと思います。でもね、なんか皆さん、大串のり子さんって知ってますか？なんか突然占っていいですかって番組に出てる大串のり子さんっていう占い師さんがいて、大串のり子さん、私が地下アイドルやってる時に、なんかショートドラマの撮影で一回お世話になってからすごい仲良しなんですけど、その大串のり子さんにも言われました。家の近くの神社で参拝しなさいって。三重県です。ココアユさん知ってるの？え、和紙買いたい。なんか素敵だね、和紙。伊勢和紙買いに行きたい。2時間も奉納している由緒ある和紙です。欲しい、行きたい。遠い。御朱印集め始めようかなって思います。そう、ずっとなんかね、集めてなかったんだけど、最近始めようかなって思ってなんか私、趣味とかハマってることとかがあんまりなくて、最近でもなんか神社とか行くの好きだなと思って御朱印集めでもしようかなって。伊勢の国、つまり三重県ですね。さすがミスターゆうやさん。座敷わらしは見たことないな。霊とか人玉は何度も見てるけど、おーすごい、意外と見える人多い。会長さんありがとうです。でもすごい、みんな詳しい、神社詳しい御朱印で渡
御朱印帳も和紙で作られたもの。御朱印帳買おうかな。見つかった。よかった、よかった、よかった。大切なもの、よかったよかった。御朱印はサイン帳になった。重い、面白いまあいいんじゃない、そういう使い方もいいんじゃない、素敵だね。御朱印帳買っていいな、やろう。2時間も決めた。月曜日に行こう。車に押した、よかったよかったよかった。見つかったようで。これどっかな。須田さんこんばんは。なくしたらマジ泣いてしまう。泣くよね、大切なものだもん。だってちょっと見返り美人はね、待って、もうちょっと。自由自由だらららら。ら御朱印帳2冊持っててお寺用と神社、お寺と神社で分けるんだ。いいね、その使い方参考にする。お揃いにするね。マリコの部屋へ電話をかけて、男と遊んでる芝居続けてきたけれど、あの子も割と忙しいようで、そうそう付き合わせてもいられない。土曜でなけりゃ映画も早い、ホテルのロビーもいつまでいられるわけもない。帰れるあてのあなたの部屋も受話器を外したままね、話し中。悪女になるなら月夜は およしよ、素直になりすぎる。隠しておいた言葉がほろりこぼれてしまう、いかないで。悪女になるなら裸足で夜明けの電車で泣いてから、涙ポロ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 流れて枯れてから。女の付けぬコロンを買って深夜のサテンの鏡でうなじにつけたなら、夜明けを待って一番電車凍えて帰ればわざと捨て台詞、涙も捨てて情けも捨てて、あなたが早く私に愛想を尽かすまで、あなたの隠すあの子の元へ、あなたを早く渡してしまうまで。悪女になる
あれ止まっちゃった。お化けの仕業かな。ヨウさんありがとうございました。ワシュウさんありがとうございます。ビーミヤさん、お、ビーミヤさんありがとう。妖怪妖怪妖怪わちち妖怪のせいなのね。そうなのね。そう、私の部屋はね、あの3人ぐらいいるので、きっと毎朝朝礼するんです。おはようございますって、ここの家賃を払ってるのは私です。皆さん、あの住んでいただくのは大丈夫ですが、脅かしたり出てきたり悪さをしたりするのは NG ですよ。それでは今日も頑張りましょうって、一応ね厳しめの朝礼をするんですけど、たまにこうやっていたずらしてくるんですね。妖怪人間と汎用、何それ。ゴーストバスターズ出動、それな、なんかつけとかないと。店長、そう、おはようございます皆さん体調大丈夫ですかってね。はい、今日もね、ここの家主は私でございますとあの自由にベッドで寝るも、ソファーでくつろぐも、冷蔵庫の中身を取って食べるも、まあ100歩譲りましょうと、よしとしますよ、そこまではね。ただ姿を現したり脅したりね、悪さをするのは良くないですよっていうのは厳しめに言ってます。はい、いいんですよ。なんか私の目の前に現れたり、あの悪いことをしてこなければ私の部屋は住んでいいので、それはもう絶対条件。それを守れない人はちょっと隣の部屋に移ってくださいってそう、毎朝ちょっと厳しめの朝礼ですね。はい、世帯主、そう、私ですよ。そう、私の言うことをね聞かないと絶対住めないですよ、もちろん。いや、私にもそうだし、一緒に暮らしてる愛犬のピノちゃんにも悪さをしちゃダメですよってそう、私の下はピノなんで、その下に皆さんですからねって。そう、毎朝。でもね、誰だっけな、なんか指原さんもなんかいるのは分かってんだぞって、なんかとりあえず部屋に言っとくみたいなことを言ってたのは覚えてます。ヤスさんありがとうございます。生身動物でもさ、こういう話すると寄ってくるって言うじゃん来るな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 とか言って。でもなんかね、宮城県に秋保神社っていう古い神社があるんですけど、なんか秋保神社で抜刀祭って言って、日本刀でなんかあの畳の素材のやつ、畳、もうもはや畳かな、あれ畳とかをなんか丸めて湿らせて、なんか筒に立てて、それを日本刀でなんか切るみたいなやつがあって、それをやってきたんですよ。でなんか最初にあの紙、白い和紙みたいなやつに、なんかその抜刀祭の阿部さんっていう人、下の名前忘れちゃった、阿部さんっていう抜刀祭のまあ人がいるんですけど、その人がなんか私の名前を書いて、でなんかそれで体をこうやってこするんですよ。でこすって、それを畳を丸めたやつに貼り付けて、で日本刀で切るみたいな。例えばなんか腰が痛かったら腰をめっちゃその和紙でさすって、で足が痛かったら足とか膝とかやって、で私はあの頭こうやりました。あの頭良くなりますようにって頭こうやって貼り付けて、で日本刀で切って、
そうやるんですけど、そういうなんか毎月第4日曜日にしかやってなくて、秋保神社で事前予約制なんで、私の父と一緒に行ってきたんですけど、角度が合わないと切れないで跳ね返り、あ、そう、絶対何があっても日本刀のここグリップのとこは絶対手離さないでくださいって、その飛んでっちゃったら人を殺してしまうから、なんか飛んでっちゃうと良くないから、絶対になんかその切れなくても絶対こううってなっても握っててくださいみたいな、飛ばさないでくださいっては言われて、そう。でもね、すごいやっぱり日本刀ってすごいなって思ったんですよ。腕の力じゃなくて振る力、遠心力っていうの、これなんていう、振る力でスッて切れるんですよ、本当に。だから力なんて一切入れてなくて、腕を振り下ろしただけでスッて切れちゃって、そう、なんかすごいなと思ってさ、畳って言ってもこんぐらいのなんか分厚さはあったんですけど、でその秋保神社でなんか陶板みたいなやついただいて、お札かな、お札みたいなのいただいて、そのお札をずっとここに飾ってますで毎日寝る前に、今日も無事一日が終わりました、ありがとうございましたって言って眠るのが私の日課でございます。そういうのやってるからなんか集まっちゃうのかなハイセさんいらっしゃい。そう、でもなんかその手を合わせるとすごくなんかすっきりする時があって、なんか私はあ、これ大切なのかなって思ったりしてました。なんか神社とかお寺も合う合わないがあるみたいなので、なんかいろいろ行ってみたいなって思いますね。ここあゆさんありがとうございます。初見さん大歓迎です。なんかその抜刀斎で切った畳は持って帰れるって言われて持って帰ってきて玄関に飾ってますでもなんか素材的に、なんか畳の素材的になんかカビが生えやすいのと、ピノの毛がなんかくっつきやすくて大変なことになってます。だからもし宮城とか行ける人がいたら、秋保神社の抜刀斎に参加してみてほしいです。めちゃめちゃ良かった。つくようになり世界でその包丁が握る、なるほどね、すごいね。いやでも本当に思ったよ、なんかお侍さんとかがいた時代、なんかもう日本刀でさ、もう戦ってた時代、すごいんだなと思って、本当にすごかったよ。なんか重たいし重いし切れるし怖いしみたいなこれで昔の時代はさ戦ってたのかって思うとさ、なんかその日本刀をさ握るっていうのもさないじゃん、普通に日本刀触れないじゃん、銃刀法違反みたいな感じでさ持てるわけないから、だから日本刀を握れるっていう経験もすごいなって思って、そう、ぜひぜひ皆さんで、そのね抜刀斎の阿部さん曰く、日本刀を握ってなんかちょっとこう楽しかったとかワクワクする人は、あとまたなんか握りたいって思う人は前世お侍さんだったみたいな言われて私の前世お侍さんなのかなと。となんて読むの、新選組、そう、すごいよね、あれで戦ってたって思うとめちゃめちゃすごいことだなって。なんか今日の話渋みがあるよね、ちょっと今日のさショールームの話題さ、お寺の話から始まりさ、渋みが出たね、ちょっと。正義の対決ね、
いやすごいよ、あれで戦うってすごいことだよ本当に。真剣白刀踊り、何それ、そう自分で話題振っときながらね、帰ってくると読めない漢字ばっかりでついていけないの。白羽取り、あ、さすがですやばい、あの罵倒されてめっちゃ頭こすったんだけどな。白羽取り、でもまた行きたい、また行きたいと思ってしまう。ビミヤさんありがとう。でもやっぱそういうさ、なんかパワースポットじゃないけど、やっぱさ、なんだろう、自然に囲まれてる神社なので、なんかこう木がざわざわしてる感じとか、なんかすごくなんかこう神秘的で気分が良かった。もう北総市土方斎さん、むずい誰だ。 N さんこんばんは、なんか歌ってくか。待って、あっという間に。ワシュンさんの氷タワーと白玉が重なっちゃった。心臓から溢れ出した声で歌うメロディー、振り向いた未来、君から溢れ出した声と合わさって響いた群青の空の下。夢じゃない夢じゃない涙の足跡、嘘じゃない嘘じゃない泥だらけの笑顔。夢じゃない夢じゃない、肩を組んで叫びたい僕らの想い。届け奇跡じゃなくていい、美しくなっていい、生きがいってやつだ、光輝くから。切れないバッテリー、魂の限り、宿命ってやつを燃やして暴れ出すだけなんだ。沈黙が続いたイヤホン、自分の弱さに遠ざかってく未来。大丈夫や頑張れって歌詞に苛立ってしまった、そんな夜もあった。夢じゃない夢じゃない、あの日の悔しさと、忘れない忘れない手のひらの爪痕。無駄じゃない無駄じゃない、それもすべて讃えたい。もうあと少し、願いの熱さに汗まみれになったり、期待背負ってたって重さに臆病になるけど、僕らの背番号、それは背中じゃない、瞳の奥の暗さ、重なって照らし合ってく forever。
ものに負けてたまること今宿命ってやつを燃やして暴れざす届け奇跡じゃなくていい美しくなくていい生きがいってやつさ光輝くから切れないバッテリー魂の限り宿命ってやつを燃やして暴れ出すだけなんだ ただ宿命ってやつを出さして立ち先輩あ、トシーさんこんばんは。めっちゃ二の腕ムチムチなんだけどさ、冷える。めっちゃ二の腕ムチムチ、二の腕ムチムチで冷えるってもやばいな。二の腕ってどうやって痩せるの？どうしてついちゃうの二の腕？なんで板チョコアイスとか食べるから、ジャンボモナカ食べちゃうからえ、この寿命の通りに限りある数字が減るように、美しい数字が増えるように、思い出の方と古いもの棚の奥に埃をかぶってるのに、埃が光って見えるように、されど by my side ファンカスタイレンタイに濁ったりの安全地帯、グワングワンになるあんたさん現代化3番を19停車、青に似た酸っぱい春ドライダー、君を待つよここでね、痛み出す人生タイヤの傷も愛しく思いたい、させあってもないのに忘れてしまう僕らは、おお何を得て何を得て大人に行くんだろう、1回だけのチャンスを見送ってしまうことがないように、いつでも肩とかしてたいだけども難しいように、主人公の本僕らに自分を持ってたのに、名前が役のようにスピンオフ作れないような、たかが by my side だらん I found side 嘘つきにはなりたくない、不安さする胸朝方の疎ましさずらして乗る急行電車、僕だけが一人のような夜が嫌い、君が嫌い、
優しくなれない僕です。光が痛い、希望なんか嫌い、僕だけが置いてけぼるような夜が嫌い、一人が怖い、わがままこじれたビート不完全な思いを完成大事にしたくて、不安だらけの日々でも愛してみる、感じたことのないクソみたい敗北感も、これもこれもが僕を突き動かしてる。鼓動が揺らすこの大地とハイタッチ、全て勝ったあの夏も色褪せはしない、忘れられないな、今日を生きるために探すあてもないのに、なくしてしまう僕らを、oh, 何のため、誰のため、傷を増やしてくんだろう、雨が降るその後に緑が育つように、oh, 意味のないことはない、信じて進もうか、答えがないことばかりだからこそ愛そうとも、あの頃の青を覚えていようぜ、苦みが重なっても光ってる、割に合わない傷も認めてあげようぜ、僕は僕自身を愛してる、愛せてる、星が降る眠れない夜にもう一度連れて行って、あの世界へ、ありがとうございます。本日の配信も残りこれを含めて2曲となりました。皆さんよかったら最後まで一緒に
Welcome to the Sunlight Parade。 星が降る眠れない夜に僕たちを連れて行った、あの世界を Present me the Sunlight Parade。 星が降る眠れない夜にもう一度連れて行って、あの君はもうここにはいないんだね。聖なる夜にワールドレクリエムを歌うと星に願うんだ。Welcome to the Sunlight Parade。星が降る眠れない夜に僕たちを連れて行った、あの世界を Please let me the Sunlight Parade。 星が降る眠れない夜にもう一度連れて行って、あの世界へ。ありがとう、ビビアさん、ココアユさん、ありがとうございます。Welcome to the Starlight Parade。星が降る眠れない夜に僕たちを連れて行った、あの世界を僕たちは探していくんだ。夜空の星が指す方へ、もう君がいなくなった、この世界で。それはまるで僕たちの運命が奪った、夜空の光のように。ああ、お、ミストさん、虹サポ133人目ありがとう。今日お休みの人多いですかね。どうなんだろう。お、ビミヤさん、デラさん、ありがとう。今日お休みだった人いますか。お仕事終わりで聞いてくれてる人、お休みでまったり聞いてくれてる人、皆さんありがとうございます。元気が出る歌がいいよね、最後。けせらせら今日も唱える限界、ちょっとやってやろうかい、押してほど暇じゃない、いつもオーライオーライ。ここを乗り越えたら
楽になるしかない。ああなんとかなるのさ、なるようになるのさ、削らせられ。痛み止めを飲んでも消えない胸の月々が、些細な誰かの優しさでちょっと和らいだりするんだよな。負けるな今日も踏ん張って、固めた体で身を守って、また諦め理由探すけど消せなせら、今日も唱える限界ちょっと妬ましさも全部こっのやか抜けない。いでもオーライオーライ、食いしばってる。でもね今日はちょっとだけご褒美を分かっているけれど、私を愛せるのは私だけ。生まれ変わるならまた私だね。とステックさんありがとう、ビミヤさんありがとうございます。一人ぼっちだと気づいても、つながりは消えるわけじゃない。たまにかい、たまにでいい、ちゃんと大切だと思えるから、あなたの幸せを分けてほしい。悲劇の図鑑、私ってそう仕方ないほど自分よがり。バイバイさなき愛の日々よ、もう願うは初めから。ベイベー大人になんかなるもんじゃないぞ、テセラテセラ。初見さんいらっしゃい、ありがとうございます。ようこそ虹田のトークルームへ。誰のせいかでなくたって今負けない強さ持ちたい。そうさオーライオーライ、乗り切ってみせ。消せなせな今日も言い聞かせる。知らね、バイバイ無到着愛の日々ファンファーで、喜劇的な続きから、ベイビー大人になんかなるもんじゃないけど、ケセラセラ。バイバイカーポツワに日々ファンファーで、明日の続きから、ベイビー大人になんかなるもんじゃないけど、ケセラセラ。なるようになるのさ、ケセラセラ。なるようになるのさ、ケセラセラ。ということで皆さん、おまじないのように言って頑張りましょうね。なるようになるのさです。おー、ありがとう、ビーミヤさんから素敵なレインボーいただけました。ありがとうございます。そしてビーミヤさん、虹サポ134人目ありがとう、ありがとうございます。ナイスレインボーかけていただけました、嬉しいね、ありがとう。ということで、今日の配信は、これにて終了になります。最後にランキングを読ませていただいて終わりにしようと思います。今日で毎日配信248日目かな。
よかったら皆さん、今日来てくれた初見さんもぜひぜひまた明日も会いに来てくれたら嬉しいです。ということで本日のランキング発表いっていきたいと思います。おー、誰だ、ちびみるちゃんでしたよ。ありがとう、スプラマンさんいらっしゃいで、そして I love you もいただいちゃいました。ありがとう、ワシュさん消えた消えたワシュさん。ということでランキング発表いってきましょうか。第1位、ココアユさん。ありがとうございます。そしてワシュさんもありがとうございます。聞こえてるかなありがとうございました。このここにいる白クマちゃんをココアユさんはプレゼントしてくれましたよ。ありがとうございます。ということで顔が見えてるかも。はい、チーズ、はい、チーズ、オッケー、ありがとうございました。そして第2位、ヨウさんです。ありがとうございます。ヨウさんお久しぶりでした。ありがとうございます。ナイスナイスナイス盛り上げでした。ありがとうございます。神社の話もありがとうございましたそして第3位、これちょっと順位変わりそうですね途中で、ビーミヤさんです。ありがとうございます。ナイス盛り上げ、ビーミヤさんもありがとうございました。コメントもギフトもありがとう、嬉しいですね。ビーミヤさんもなんか久しぶりにコメントくれた気がするぞ。そして第4位、おゼミさん、今日もありがとう。5位、会長さんお仕事お疲れ様です。ありがとう。6位、マサオカさんです。ナイス。7位、デロさん。そして8位、渡辺さんです。9位、夏目さん。10位、エースさん。ナイストップ10。お、ここでここでここで、お、変わらないか。そして11位、須藤さん。12位、オイルさん。13、アキュラさん。14、フユカの前髪さん。15、ステックさん。ありがとうございます。そしてイエピョンさん、ジョアンさん、カチさん、ヤスさん、僕のセイダさん、コウスケさん、カナタさん、タカさんなど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 、今日もたくさんの方に2時間のトークルーム盛り上げていただき、訪問していただきました。拍手、皆さん本当に今日もありがとうございました。お、かなさんいらっしゃい、ありがとうございます。ということでということでということで、きっとちびみるちゃんも、トップ10入りなんですが、ちょっと反映に時間がかかってしまってるみたいなので、なかなか反映されない、読んであげたいんだけど反映してくれない。お、変わったかもしれない。ちょっといろいろ変わっちゃったんですけど、ちびみるちゃん3位ということで、ありがとうございました。ごめんなさい、順位がね変わってしまったんですけど、ちびみるちゃん読み上げさせていただきました。ありがとう、よかった、読み上げられた。いっぱいスクショした後で DM にお待ちしてます。ありがとう。ということで、今日も皆さんありがとうございました。また明日2時間のトークルームでお会いしましょう。おやすみなさい、またね、バイバイ、また明日お会いしましょう。